はい、どうもありがとうございました。あはい、鉄板ギャグやろ。滑りしちゃって、はい、このコントだけは絶対滑ったことがない、はい、まだ第2第3までありますからね、今月は、はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、お忙しい中ようこそ足を運びいただきまして誠にありがとうございました。一旦講座でございますが、表幹事長から第1話成り代わりまして、厚く厚くお電話しております。本日のご来場の談話の皆様もありがとうございました。ありがとうございました。その通りに帰ってまいりました我々たち一行でございますけれども、微妙に違います。何が違うかと言いますとね、うちのこのアホが今日からとりあえず座長という名目で頑張りたいと思います。座長そういうわけでございましてね、初日の座長公演でございます。そのためにそうだね、先月先々月2ヶ月かな、世羅温泉とゆうぽっぽと2ヶ月かけてずっともう夜中まで練習してきました。はい、というわけでございましてね、今の大衆演劇というものは少しずつ移り変わってきております。昔みたいにね、まだまだ旅物で踊っていたらお客さんがね来てくれる時代じゃございません。だからって言って賑やかなことやっててもお客さんも飽きますしね、ということでございまして、いろんなビデオを検索したり何やかんだしながらどうやったらね、世の中生きていけるか思案しまして、夜も寝ないで昼寝して、はい、お客さんと一体となってね盛り上げていくような舞台を目指したいと思います。三代目沢村千代丸劇団はまだ沢村千代丸を継がせることはまだまだ先ですけども、とりあえずまあ座長ということでございまして、というわけでございまして、お客さんと一体化になって我々たちもお送りしたいと思いますんで、どうぞご協力願いますように、この一つのステージというものはね、はい、お前の頭下げるから広めよ、喋ってる最中でも下がれてね。はい、というわけでございましてですね、一体感になった舞台、そしてですね、少しは私の元の不安も来てくれるんでね、そこら辺を考慮しますとね、どういうふうな売り方でやっていこうか、ああだこうだ考えましてね、もうこいつね顔だけは2枚目ですけども、2枚目になりきれませんということで、うちの新しい座長は 2.5 枚目を目指しております。はい、2枚目になりきれない2枚目ということでですね、盛り上げていきたいという感じで頑張っております。そして私のねやってたことをそのままやらしても、私と比較されるだけでございます。私がこの舞台に立ってる限りは比較されるだけで、それじゃねこいつのいいところが、出ないんで、ということでこいつの長所を伸ばすためにね、今まで俺が特選でやってたような舞踊賞をね少しパロディー化しましてですね、ちょっとお笑いを取り入れました。そうしますとね、今まで見てきた人、また私のファンの人も、あ、私がやってたのと比べると、あ、ここがギャグになってるんだ、私のファンの人も楽しんでいただける、そしてこいつを見てくれる人も楽しんでいただける、本当にね、もう毎日何時2時3時、はい、マジやっとったね。やっとね。はい、というわけでございますね、賑やかく、そして楽しくお送りすることになっております。その舞台は先ほどから何度も言っておりますが、お客様と私たちとで作り上げていきたいと思っております。こういう事務所の構成になっておりますんでね、やかましいところも何やっとんねこのアホはというところたくさんあると思います。ですけれどもそういうショーです。